水道が世界中で民営化がダメになった理由は何かっつったら情報開示しようと思っても民間だから情報開示してくれないですよねいやこれ企業秘密ですからって言われたら情報なんか出てこないんですよでお金の使い道がどうなってるかって細かなことも出てこない逆に言ったら民間の企業が一番考えることは株主にとってどれだけ利益になるかってことが一番のメインテーマなんですよだから住民に対していかに良質な水を届けるかじゃないんすですでその中で本来ならば交換しなきゃいけない水道管だったりしてもこれ交換る するまでに30年契約考えたら、ああ、かんな、これ。今、交換したら、俺らが損するわ。みたいな感じで、交換されなかったりとか、水質が落ちたりとか、それだけじゃなくて、ものすごく会計で、まずいことをやってたりっていうのが世界中で紛失して、民営化ではなくて、公営化に戻していくっていうことが世界の主流なんですね。で、今、地方ではおそらく、一定人口いるような自治体であるならば、この PFI っていうのをどんどん進めていけっていう国の政策があるんですね。その先頭に立ってんのが誰かって言ったら、この人なんですね。竹中平蔵さん。